どうも、ともやテニスチャンネルのともやです。今日サーブを、3種類打ち分けていきたいと思います。一つはやっぱりフラットサーブですね。フラットまっすぐに打つサーブ。で、もう一つは、まずスピンサーブ。で、もう、三つ目はスライスサーブとやっていきたいと思いますので、まず一つ目の、フラットサーブから、やっていきたいと思います。フラットはもうやっぱり当たり方がまっすぐなんで、まあラケット縦振りに振るということを僕はやっぱり気をつけていますね。そのためにも、形は、構えとかすべて一緒なんですが、僕グリップも一緒です。グリップも。見てもらったらわかるんですけど、僕結構薄めで握ってます、グリップは。結構薄めです。もうコンチネンタルよりもっと薄めに握ってます、フラットでも。で、そうすることに回転系も打ちやすくなって、相手にもバレにくい。で、ラケットはやっぱりまっすぐ当てたいので、僕は体をフラットサーブの時は体を少し早めに開いて打とうとします。打つ前にちょっと体を開いてラケットを縦に振ってまっすぐ当てるということをすごく意識していますね。体を閉じた状態だったりとか閉じた状態で振ったりとか、体を開いた状態開きすぎて打ったりとかしないように、結構体の向き、インパクトの時の体の向きを気をつけながらフラットサーブ打ってるんで、僕のデモンストレーションとか見てもらうと、体の向きは分かりやすいかなと思うので、できるだけ体を我慢して我慢して一気に解放していくような感覚で、ラケット上に縦振りしてもらったら結構なんで、皆さんもフラットサーブはボールの後ろを当てるということは分かってらっしゃると思うんですが、体の使い方がタイミングが分からないと思うので、ちょっと前向きにしてもらってラケット縦振りにするという感覚を持って練習してみてください。はい、続いてスピンサーブなんですが、スピンサーブは、フラットとかスライスとは違う、軌道ですね。ボールの弾道がちょっとこう上に上がるような感覚になるんですね。ですのでボールをちょっと持ち上げるという感覚が必要になってきます。ですので、フラットサーブだとトス上げてちょっと落ちてきたところを、打ってもらうんですが、スピンサーブを打ちたい場合はトスをねちょっと頭の上に落ちるような感覚投げてもらって、やりすぎちゃうとちょっと腰痛めたりとかするんであんま良くないんですけど、頭の上に落ちるような感覚で投げてもらうと、落ちてきたところをラケットがこの状態で当たると思ってください。全部落ち上がると。だ時間で言うと時計でちょっとイメージしてもらうと、8時から2時とか7時から1時とかいうのが結構言われてますが、そういう感覚で結構です。時計の8時から2時の方にラケットを振っているんですが、12時の場所で当たってしまうともうラケットが立ちすぎちゃってるのでボールが上に上がりません。あと下がるだけになってしまうんで、フラットサーブみたいな感覚になってしまうので、できれば、9時頃の場所で当たっていただいて、ボールをここからグッと乗せながら打っていくような感覚、ここから持ち上げていくような感覚で打ってもらうとスピンサーブはやりやすい。だから左から頭の後ろからぐーっと2時の方向に出ていってもらうという感覚になります。でこっち2時の方向にやっぱラケット振りたいので、これはフラットサーブと違って体の向きをできるだけ我慢してください。我慢してもらった方がやりやすいです。だから練習するときこのバックサイドからやってもらうとすごい分かりやすいと思いますね。2時方向にサーブ打ちますから、バックサイドだとラケット2時に振りやすいので、これで感覚を養ってもらった方がいいかなと思います。本当にラケットを勢いよく体向け横向けた状態で、2時方向にパッと打ってもらうとスピンの弾道になってくるん でスピンサーブなんですが、こうやっぱり跳ねるとかいうイメージ持っちゃいますけど、最初の方を落とすっていうイメージで練習してもらった方がなんかこう気持ち楽になれると思います。跳ねないな跳ねないなって言って一生懸命体がこうなんかいろんなところ使いすぎて疲れて怪我する方とか結構多いので、ボールが高く上に上がってるけどサービスコートに入るような落ちるようなサーブ打てたら、僕はスピンサーブ全然いいんじゃないかなと思います。跳ねるようなスピンサーブには結構力が必要だったりとか背筋使ったりとかするんで、ちょっと故障にもつながってくるんで、落ちるようなサーブをバックハンドで入ればいいかなと思います。皆さんも試してください。
続いてスライスサーブ、やっていきたいと思います。スライスサーブ、イメージとしてね、やっぱり左に曲がって、低いところに入っていくっていうのがすごい理想的になってくるんですが、やっぱ左に打つんで綺麗なトロフィーポーズ取ってるんですけど、打つ瞬間に体前向きすぎてやたらと左に行ってしまう方多いのでね、できるだけ相手にもやっぱバレないように持っていただきたいんで、回転系のボールなんでそんなに前向かなくていいです。開かなくていいです。面の角度をちょっと気をつけてみてください。面の角度、正直な話、トス、極端な話ね、右に投げるとどうしてもボールをこうやって取ろうとするじゃないですか。この感覚で当ててもらったら結構なんです。こういう感覚です。だから一生懸命体前向けて左にボールをやろうとするんではなくて、面の角度で狙ってもらうとボールがすごく左に曲がりやすくなって、コートの外に相手を追い出すことができるんで、こうやってイエーイって前向いてサーブするんじゃなくて、ちょっと閉じたような感覚で当て方だけ気をつけて左にラケット巻いてみてください。じゃあ回転もかかって、低いスライスサーブになるんで、一生懸命こうやって前向けてスライスサーブ打つんじゃなくて、ちょっと閉じた状態で面の角度を合わせて回転かけるようにして打ってみてください。はい、じゃあ今の3種類のショットを、ちょっとサーブ打っていきたいと思いますので、見ていきます。まずフラットサーブですね。フラットサーブ、次スピンサーブやってみたいと思います。2個目にやったスピンサーブ、最後スライスサーブ2個やっていきます。はい、皆さんも試してみてください。